今日はですね、宇宙戦艦ヤマトの司令室、これはよくできてますよ。そしてですね、軽文社の大百科、宇宙戦艦ヤマトの大百科です。映画のパンフレットです。宇宙戦艦ヤマトはですね、1974年に放送された SF アニメですね。そして1977年には総集編が劇場公開されました。あらすじとしてはですね、放射能に汚染された地球を救うために必要な装置を受け取るべく、沖田重蔵を艦長とする宇宙戦艦ヤマトがイスカンダル星を目指すという物語です。松本零士さんの関連の作品の中でも1位2位を争うほどの人気の作品です。一大ブームを巻き起こした宇宙戦艦ヤマトはたくさんのおもちゃが作られましたよね。今日ご紹介するおもちゃは、劇中の中で描かれることが多かった作戦司令室ですよね。そこの真ん中に座っているのが古代進です。そしてここにいるのが森幸ですね。これはですね、ここに電池を入れるようになってます。これですね、単二を2本ですね。そして炭酸を1本入れます。ここにメーカーですね、野村灯油ですね。スイッチはここにあります。このスイッチを入れるとですね、もういかにもですね、電気がついて点滅して、これ結構ワクワクするんじゃないかな。さらにですね、このスイッチを入れると本当はですね、音がするんですけど、どんな風に喋るかというとですね、テスラ艦隊発見、コスモタイガー発進、ヤマト発進だとかね、そういう声が聞こえてくるんですけど、ちょっと今音の部分が接触が悪いですね。これもですね、結構凝った作りですよ。宇宙戦艦ヤマトが中にいて、これを回すとその周りが暗くなったり明るくなったりするわけですよね。いかにもこういうマークが、このドームの感じが SF 的でいいですね。これも隆起です。それでこの椅子に座るとですね、この椅子は動きます。森幸操縦桿握りますみたいな感じでこうやってやったんじゃないですか。結構これでも楽しめますよね、これを動かすと。そしてこれもですね、実は松本零士さんがサインをしてくれました。丁寧なサインですよね。2014年9月8日2014年、10年前ですね。これもらったのは、これも松本零士さんと対談したんですよね。その時にサインしていただいて、本当に優しい方で、もう嫌な顔しないで、あ、いいよっつって、こう細かくね、こうやって丁寧にサインをしていただけたんですよね。本当に素晴らしい人でした。これはですね、宇宙戦艦ヤマトに出てくるアナライザーというロボットですね。それからこれは超合金で作られた宇宙戦艦ヤマト、アナライザーマチビですね。これは次回ご紹介します。今日はですね、宇宙戦艦ヤマトの作戦司令室をご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。